定されたフィールドでの選手だったらどうしますか。そういう系が多いです。いける気がしてる。もうチョップとか、はい、そうですね。この画面を見るように線ってすごくセカンドロープが喋りほど、まあ、いわゆるプロレスにはありますけども、付け焼き刃の相撲サポーは全く鈴木みのりには効きません。くらえ。おい、鈴木みのりが予告していた。おお、正田たけしです。大会があるんで、いわゆる乗ってたんですね。高木三四郎変態だ。こんな格好で新幹線乗りましたよね。本当に、ああ、来てやっぱ怒られますよ。カプセル会場にも。あ、その間に鈴木みのる出たかったでしょう。出たかったです、ね。やっぱり直前まで元気。うまい。お、プロレス内男色広いていたんですが、あある。今回はこの会場にはどうやって行くんだろうなみたいな調べるのも楽しくないですか。勝利を、おお、ああ、くそー、この野郎、ここ来た。テンションないですか。武闘派村、そうですよね、はい、まずは村上選手が 100% 正しいです。ああ、正田選手が、どうも、あら、ちょっと待ってください。こんななりのね、車掌いいですよね。このサイン本物ですよ。てか小橋健太さんじゃないですか。小橋健太さんっても、気づいてない。できました。小橋さん、わあ、一日車掌の小橋健太さん、表情が変わって強制。これはゴングを鳴らす用の木槌。これ見たらね、やっぱ行きたいですよ。行きたいでしょうが。高田さんに行って来ましたよ。たどり着いた。やっぱ、お、ああ、ああ、ああ、やったな。まさか上がったかで、知識パイルドライバー戦史上初カウントスリー。ありがとうございました。